お前の魂の叫びが誰かの役に立つ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だす、 Oh my god。 よっぴーたかぴー、吉川貴博、チャララン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 、高知県調律、チャラ悟りました、ヒゲ悟りました、白髪悟りました、誰が白髪だよっていうね、お決まりの一人ボケ一人ツッコミから今日もスタートしちゃいましたけども、お前さんご機嫌うるおしゅうございますか。今日はですね、オープニングで言った通り、お前さんの中のそのくすぶってる魂の叫びってやつをちゃんと見て取り出してあげると、それは必ず誰かの役に立つってことね。これはなんかザキヤマが来るみたいなね、一応パクリなんですよこれ、タトゥーっつってね、バレた？あ、そう、あの面白いことが言えないから、なんかこう顔芸となんかこう声の感じ調子で、あのごまかしてる的な僕でございますね。何卒ご容赦お願いします。で、あのね、先に進めてっけども、ほら、人ってさ、やっぱりこう自分の中にしかない何かその魂のパコ箱ってものをさ、必ず携えてきてるわけなんですよね。それを開けちゃるってことね。で、そのためにはやっぱり、まあ、いつも同じこと言っちゃうけども、ハートフルオープン、フルティン、フルティン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 ってね、まずハートを開いた後に、こうね、腹の底まで開いていくっていうことね。で、そのためにはね、心と体と、まあ、魂を一つにするなんて三位一体的な言葉があるけども、違う言い方をしたら、マインド、バディ、ハート。ね。この三つを一つにする。で、マインドとバディを一つにしてくれるのが、ハート。ね。今日は本当にこの感じでいくから、面白いこと言えないから、もうこういう感じでいきますけども。まあ、要するにパート、フルオープン、フルーティーン、日本語で言うんだったら、素直になっちゃえよ、お前。何突っ張ってんだよ、本当お前。こう思ってんだろうよ、みたいなね。そういうこと。ね。あの、それをちゃんとこう開けてあげると、その中からおめえさんにしか手渡されてない魂の叫びがあっぺってことで、例えばこのね、ヨッピータカピーの場合であれば、まあ僕はあのいろんなことを今まで人生でね、ちょこ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 体験してきた本当に中途半端野郎なんでございますけれども、まあそんな人生の中でもいろんなことを体験してね、大好きだった彼女にこう失恋しちゃったり、大好きだったお笑いももう夢破れたりでもう立てなくなっちゃってみたいな、でフルボッコ状態になった時に、なんで人生って辛いものなんだろうみたいなね、どうしたら幸せになれるんだろうみたいなね、そういえば俺ずっと幸せになりたいって思ってたなみたいな、幸せってなんだろうとかね、なんかそんな感じになって僕はスピリチュアル探求にね踏み込んでいったわけですけども、そのご縁のおかげでスピリチュアルってなんて分かりづれんだよみたいな、分かりやすく教えてくれよみたいなね、あのそういう魂の叫びがふつうつふつうとも怒りのようにね、マグマの怒りのようにわーって湧き出てくるようになった。で、今ね、その気持ちに素直に正直にやっぱりなってったわけですよ、探求をしていく中でね。その結果こういったね、今発信をしているスピリチュアルってそもそもこれだよみたいな、現実とそもそも切り離せるわけがない一つ、みんな宇宙人、みんな流行りの言葉だったらスターシード、当たり前じゃねえかみたいな、だってそもそも地球が宇宙の一部なんだから俺らも宇宙人じゃねえかみたいなね、ペコパの松井くんのボケ、ツッコミかでもあるじゃないですかね、宇宙人じゃねえだろとは言い切れないだろみたいなね、他の惑星の知的生命体から見たら俺たち地球人も宇宙人だ、そうだろみたいな感じがあったでしょ。すごいよね、あれ本当真理だと思います。だから遠くのどっかに何か置いて、じゃあ引き寄せの法則っていうものを手に掴んで使えるようになったら幸せになれる、のんのんのん。で次に悟りを開いたら、幸せな人生が悟りを開いたら幸せな人生が手に入る。だから結局今を生きましょうってことを伝えてるんだけど、でも今を生きるっていうのは精神論でクッと歯を食いしばって、嫌です、こんな現実嫌ですっていうのも、まあもちろん素直に感じることは大事なんだけど、そういうことを言ってるんじゃないね。やっぱり素直になっていくっていうことをありのままって言ってるのはもうまさにそのことであって、でそこに気づいたからって人生っていうのは何でもかんでも思い通りにいくわけじゃないね。その
思い通りにいかない気持ちを自分はダメなやつなんだみたいな、まだ引き寄せの法則がちゃんとできないから悟れてないからアセンションすればこういう気持ちも手放せるから、ノンノンノン、お前本当に迷路にはまってるぜってこと、そっち出れないよみたいな、そっちあの お尻の穴が出口だとしたらお前こっち口の方に向かってるみたいな、それかなり厳しい険しい道だよみたいなね、一回食べられちゃったのにみたいな、なんだこの例えばね。でもそんな感じの方向が逆転しちゃってるわけね。でそうじゃなくて、もうこの今のこのありのままのこのまんま心ね、お前ごっとまんま心とつながってまんまの現実をちゃんとフラットな目でフラットな耳で見てく聞いてくってことをしていくと、お前さんの内側にあったね、いつからかわからないけど不確かだったけども、こんなことがなんでないんだみたいな、この世の中何なんだよみたいな感じのが今こそパカッとオープンするタイミングなんじゃないかなみたいな、ギリギリ言葉が出てきましたね。今こんな簡単な言葉が出てこない、もう全然出てこないんだけど、まあそれは僕のちょっとね IQ 的な問題なんで本当にそれもご容赦いただきたいんですけども、とにかくそのお前の中の魂の叫びだよね、うん、あのソウルシャウトってやつだよね、それ今急にソウルシャウトってなんか言ってなんかすごくなんかいい気持ちになっちゃったよくわかんないけどよくわかんないけどね、そのソウルシャウトをしまい込もうとするなってこと、ちゃんと素直にオープンしていけばお前のやりたいことあったろみたいな、それをちゃんと口に出していく、表現していくことでつながっていくんだってば。でまだね世の中では そんなにこうニーズみたいなねものがないものでも、お前の魂の叫びがこう具現化して現実化してそれを手にした時に喜ぶ人が一平ってことで、僕にとってはスピリチュアルにこう迷いまくって難民になって逆方向行っちゃったよみたいな人が、できるだけシンプルに今のこのマンマシンとつながってそれをこう深めていくってことね。マンマシンとつながってからもうシンプルすぎる日常なんで、いらないものを断っていくと余計なものが欲しいっていうのは実は自分の価値観じゃなかったみたいな、社会に植え付けられた何かだったみたいな、そんな感じでね気づきが来るんで、そうすると出てくるからお前の中のソウル、エヴリバディですね、シャウトね、もう今日はそんな感じなんだけども、本当に知識とかに惑わされるとお前っていうものを見失ってしまうぞ。お前の中のふつとした怒りにとも取れる情熱とも言えるね、それをワクワクと言うのかもしれない、なんかもう言語化する必要はない、ただなんでそうなんだよみたいなね、エジソンが電気を発明したように、別に電気なくてもいいじゃんって周り言ってたね、それがいや作るよみたいな、そしたら周りの人がお前しょうもないこと考えてんな、意味わかんねえわみたいな感じで言われるかもしれないけど、俺はそれを不確かなものを取り出す手伝いをしていくぜな、高次元調律も役に立つし、お前エネルギーってものを止めるなってこと、循環循環好循環ね、くる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 ね、まあそんな感じ、うん、回れ回れメリーゴーラン、もう決して止まらないように動き出したメロディー、ララ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 ーブ、もう最後までラブ愛だけ、もうねってな感じでね、お後がよろしいようで、今日のテーマは魂の叫びをオープンして開いてお前の中から取り出せば誰かの役に必ず立つものが現実化具現化していくぜってことってな感じで、今日はもうね、顔とトーンの本当にごまかしもかし、いつもそうだけども、何か問題でもっていう感じの、ヨッピータカピーでございました。じゃあ最後のご視聴いっちゃいましょう。Oh my God!チャンネル登録、もう本当に間もなく1000人でございます。ありがとうございます。ちょっとね、配信時間を夜に変えました。その方がなんかね、いいんだって。登録者数も伸びやすいんだって。再生回数も伸びやすいんだって。可愛い子いきます。バイバイ。うん、ゴロゴロ言ってるね。うん、可愛いな。うん。可愛いな。ちいちゃん。よもぎはね、ちびだから、ちいちゃんちも。なんこれこれって、毛がついてる。ね、お兄ちゃんのひげに毛が絡まって。ね、ね、どう？よもちゃん。そう？ん？何？そっか。